はい、皆さんこんにちは、のぺんです。トランスポートフィーバー2やっていきますよ。いしょ。さあ、こちらのゲームはですね、物流会社を経営していくシミュレーションゲームでございます。トラックや鉄道、飛行機や船を使ってね、人や資材を輸送するというゲームでございます。よし、やっていきましょう。さあ、まずは新しいゲームやっていきます。で、ステージは3つございまして、温暖、乾燥、そして熱帯でございますね。でね、熱帯は、結構難しそうだね。じゃあ温暖ステージでいきましょうか。じゃあこれでいきます。はい。で、車両はヨーロッパ、USA、アジアとありますね。で、開始年はじゃあ1900年ぐらいでやっていきましょうか。で、難易度はハード。よし、やっていきましょう。さあ、頑張るぞ。さあ、ステージ開始でございます。ここが私たちのステージだね。じゃあまず、ストップして、で、マップを見てみるとこんな感じだね。さあ、それではステージ開始していきましょう。このトランスポートフィーバー2はですね、こちら農場や炭鉱で採れた資源を加工して、その加工した商品を都市に持ってって発展させていくみたいな感じでございます。例えばこちらの都市では機械と商品が必要だって言ってて、これを持っていくと都市が発展していくみたいな感じなので、で、それを私たちが物流でお助けするみたいな感じでございます。さあ、やっていきましょうか。どういう風に進めていきましょうかね。さあ、それでは料理していきましょうか。まずこちらの都市は建設資材、そして食料が必要だって言ってるんですけども、で、食料が作れるのはここ食品プラント、食品加工プラントでは穀物をもとに食料を作ってますね。で、その穀物はここ農場で作ってるので、じゃあこの3点を結ぶ物流ルートを作っていきましょう。じゃあまずは、じゃあ行きましょう。じゃあここを、じゃあショートカットできるようにこんな感じで、はい、道を作っていきましょう。はい。で、まずは道が1個できまして、で、そうだな、じゃあここは距離がそんなに遠くないので陸運で通していきましょうか。じゃあ次はここ、トラック駅、ここで穀物を集積するみたいな感じ。はい。さあ、次はここできた食品を置く場所。じゃあそうだな、ここにしておこうか。はい。で、次はこの食品をどこへ持ってくかだね。じゃあここにしましょうか。じゃあここに置いていきまーす。はい。よし。で、3点の物流ポイントができた。で、次は発着所。発着所はね、じゃあこの発着所がないとトラックを買えない。はい。まあ、トラックと言いつつ、今の時代は馬車だけじゃなくて蒸気自動車もあるんだね。なるほど。じゃあまずは、じゃあこいつを買っていきましょうか。いや、これじゃないな。物を運ぶもの、これだ。じゃあこいつを3個ぐらい買っておこう。はい。で、次はルートを作らないといけないね。じゃあまず新しいルート、こことここで、もう一つ、じゃあこことここのルートを作っていきましょうかね。で、ここをルートを往復するみたいな感じかな。よし。さあ、まずはこの穀物を食品に持っていくルート、じゃあこいつにお願いしましょうかね。はい。まあ、まず1台で。はい。さあ、お願いします。さあ、時を動け。あ、で、早速あれだね、穀物が生産されてる。さあ、これをどんどん持っていくぞ。よし、どんどんできてるね。じゃあもっと持っていこう。はい。はい。じゃあもう一個。はい。さあ、どんどん持ってけ。めちゃめちゃできる。すごいペースが速い。じゃあもっと作らないと。じゃあこいつを、はい。じゃあこんぐらい。じゃあ1個2個3個はい。で、あんまり車両を追加すると渋滞が起きる可能性があるから、その辺は注意しないといけない。さあ、で、運ばれた穀物はここに下ろされてますね、こいつ。はい。さあ、今下ろしてますよ。さあ、で、こっちでは今食品が作られております。さあ、どうかな。で、このトラックは荷下ろしをした時に利益が発生するので、うん、よし、利益は発生してるね。
で今借金は1000万ドルか。じゃあとりあえずいらないお金は返しておこう。はい、さあそうそう、食品加工プラントが食品を作るはずなので、じゃあもう3個ぐらいを、じゃあ路線2に持っていこう。はい、さあどうかな、さあどうでしょうか。うん、さあ食品ができてきてるね。さあ頑張って作ってくれ。こいつだな、こいつが持ってくんだ。でちょっとあれだな、持ってく人が多すぎる。なので君はじゃあ戻って、はい、こっちの穀物を運ぶ係に任命しよう。やばい、どんどんできてきてる。もう鉄道で持っていった方がよかったなさあめっちゃめっちゃ車両が行き交ってる。さあ利益はちゃんと出てるかな。さあ君ちょっと、さあちょっと止まりなさい、止まりなさい、止まりなさい。はい、さあ一回覗いてみよう。あー、グラフィックはめっちゃ綺麗、素晴らしい。で、あ、運転してるハンドルないがよ。で今こっちの方に穀物を運んでるんだね。あー、でどうもこんにちは。さあで利益は、うん、出てるね。鉄道はねどうしても赤字になりやすいからね、気をつけないといけない。でこっちの食料を今積んでるんだね、ご苦労様です。よし、だいぶだいぶ量を減らせてる。いいぞいいぞ、いいねいいね。もうひっきりなしにトラック来てるからまあこんなもんでいいでしょ、ここは。で次はどんどん食料が余り始めてきた。じゃあ今度はじゃあもう一個車両買うべきか、それとも今戻ってくるやつ、戻ってくるやついる？いた。じゃあ君を発着場に送る。はい、早い。でそんな君をじゃあ路線2の方に送りましょう。はい、さあそしてこっち積んだ食料はこっちの町の方に運ぶようにしていますね。で今こいつが運んでってる。さあ頑張れ頑張れ。さあ到着しましたね。はい、ご苦労様。さあその食料を荷下ろしなさい。はい、さあどう。さあ荷下ろすと、うん、利益が出る。で現在都市の方を見てみると、あーで発展してる、素晴らしいね。いいねいいね、このパンを元手に発展したのか。あーなんかすごいゴージャスな建物ができた。すごい。でこっちの都市の情報を見てみると、うん、パンのところがカウントされてるね。あとは建築資材を持ってこればもっと発展するのかな。建築資材はここか。だからこっちとこっちを結ばないといけない。でこっちの建築資材は石材がいるから、石材はどこだ、そこか。だからここを結ばないといけないんだね。うん、さあで動物発見でございます。はい、こんにちは。お、あれは何でしょう。これはディア何だろうこれは。はい、君は、あー鹿さんだ、こんにちは。今日はいい天気だね、すごいなめちゃめちゃいい天気だもんね。こんなに空が青く見えることもあるのだろうか。あーで向こう行った。さあでこっちはどうかな。だいぶ食料余り始めてんな。だから食料を持ってくトラックを割り振らないといかんね。さあとりあえず序盤は借金を返すのに専念しよう。これで残りは借金は150万ドルか。さあ頑張れ頑張れ、利益を上げるんだ。今は苦しいと思うけどひたすら頑張るんだ。さあ一見地味なように見えてかなり難しいこのゲーム。さあ頑張れ頑張れ。でなんとか収益は増えてる。こっちの収入はマイナスだけどね、まあ借金返したからか。さあこっから地道に借金を返していかなければいけない。さあ気づけば黒字になってきたぞ。いいぞいいぞ、頑張って頑張って。さあとりあえず鉄道は今のところ使わない。とりあえずもうトラックだけ利益を上げるんだ。頑張れ頑張れ。さあで食料品がちょっとないね。作ってる、ちゃんとちゃんと作ってる。さあ放置していいとね結構溜まってる。いいぞいいぞ。まあこのまましばらくそのままにしておこうか。いや下手に触るとねもう赤字になっちゃうからね、簡単にねこのゲーム赤字になっちゃうね。いやー奥は深いです。
さあではこの辺でじゃあバス停を作ってみましょうか。バス停、よし、いいねいいね、だんだん物流っぽくなってきた。じゃあバス停はそうだな、とりあえず住居とあと工業商業をつなぐみたいな感じでいこうか。この緑が住居で青が商業で黄色が産業なので、じゃあ産業のあたりに1個はい置いとくよ。はい、で次はそうだな、この辺、じゃあこの2点をつなぐバス停の路線を紡いでいこう。新しい路線で、じゃあこうこうで、次は新しい車両を買わないとね。じゃあ車両購入で、じゃあさっき新しく追加された車両こっち、じゃあ買ってみようか。結構高いな。はい、でこいつをじゃあ路線3に、はい追加、さあ行っておいで。あーこいつだね。よう近くで見せてみ。で自責のロック解除。はーい、あーすごい、なんか本当になんか近代的な車って感じ。あーで、あーいいところ走ってるね、素晴らしい。さあ到着までもうちょっと待ちましょう。でこっちには乗客が待機してる？いや待機はしないな。こっちのところは？まだまだ待機しないな。あ、もしかしてこの人か。この人がこのバス停、バスを待ってるわけですね。了解。でこっちの方は？誰か待ってる？いや待ってないな。もうちょっと待たないといかんか。お、待ち始めてる。あ、一人二人、いいねいいね。さあバスは到着してる？バスは到着してるかな。こいつか。はい、スピード下げ。ああこれだ。今現在0人。あれああまだそうか、こっちから先行くのか。よかよか。じゃあこっちにはだいぶ人待ってるね。はい、じゃあ急いで。さあまだ財政は全然赤字だけど、さあ利益の出る路線となるでしょうか。よし、でバス乗ったね。で今現在6人乗ってる。いいじゃん、6人乗れば利益出るでしょう。で最初バスが到着っていう実績を解除。はい了解。さあ急げ急げ。さあそして降ろすぞ。はい、さあでバスを買ったからちょっと収益赤字になっちゃってるけど大丈夫大丈夫。でああ何人か待ってる。はーい、さあどうかな。よし、はい、ご乗車ありがとうございます。で、うん、利益は、うん、まあまあまあもうちょっとかかるか。でなるほど、こう行ってでこう行かなきゃいけないのか。うん、なるほど。さあでこう新しい建物が建ったよ。さあそして現在この町の状態は、さあ交通がだいぶプラスされればいいんだけど、うん、ここいいね。でこれで人口は 10% 増加したってことか。いいね。できればもうちょっと増やしたいけど、あんまり動きすぎるとまだまだ序盤だからね。まだまだこっからだから。さあでバスが到着した。で現在何人待ってる？7人。いいね。さあご乗車ありがとうございます。さあ利益は出てるかな。うん、ちょっとちょっとちょっとねさあこれでどんどん利益を出してくれれば。でこっちの方はまだまだ頑張ってるね。さあ頑張れ頑張れ。でああだいぶこのバス停並び始めてる。もう乗れないお客さんが出てきてる。すげえ、今現在何人待ってる。ああじゃあもう一車両追加しようか。じゃあこいつを買いまして、こいつ買うよ。はい、でこいつをじゃあはい路線3の方に置きましょう。はい頼んだ。さあどんどん利益を出してってくれ。はい、新車両を利用できます。これは電車かな。じゃあ次はバス停もう一個作ろう。じゃあこことあとここはどうかな。はいってなると、うんー、じゃあこっちにも追加しよう。じゃあこれをルート結んで、はい
はい。新しい路線で。こう、こう、こう。こんな感じ。で、これで、次はバスを買う。まずは1個。車両購入で。さあ、こいつを買って、こいつをじゃあ、新しくできた路線のとこに入れる。さあ、頼んだ。さあ、需要はあるかな？あ、早速、1人並んでるね。本当に？どこ？あ、この人か。で、こっちの方も1人並んでる。で、こっちもだ。さあ、この路線も繁盛するかもしれんね。さあ、来ましたよ。はい、どうも。こんにちは。で、5人乗ってるか。で、次は、こっち降りまして。で、こっちには、3人乗った。で、お次はこっち。こっちはね、誰も乗ってないな。誰もいないね。あーで、並び始めた。で、2人。さあ、どう？で、2人乗ったか。じゃあ、ミニ財政は、赤字か、今んとこ。まあ、頑張ろう、頑張ろう。さあ、新しくできた路線のバスは、結構微妙だな。ちょっとあんまり盛り上がってないね。こっちの方は盛り上がってるんだけどな。産業、そして住宅、あの間の路線は。なかなかバスも難しいね。さあ、プレイを始めてから10年ぐらい経ちましたかね。財政は非常に潤っております。で、借金ももう少しすれば50万返せるね。さあ、残り借金は100万でございます。さあ、借金返すとこまで頑張ろう。で、新しい2車両を利用できる。あー、なんかすごいの追加されたね。トラックだ。トラック、トラック、これか。さあ、で、新しく追加されたのがこれだね。あー、すごいね。今私が使ってるのはこれなんですけど、これのもうちょっとたくさん詰めるような感じかな。で、スピードは？スピードはね、ああ、こっちの方が速い。ああ、すごいな。いやー、時代が進むっていうのはすごいね。で、このトラックもいつかは、経年劣化で、だいぶ性能が衰えてしまうということなので、じゃあ、衰え始めたら、こいつらは全部売って、で、新しい車両を買おう。さあ、しばらく放置してたらですね、もう待ってるしかなかったんだもん。いやー、なかなか間違えしんどいです。今ね、67万ドルまで貯まってるね。で、これで借金完済できましたね。おめでとうございます。やったーやった、借金返した。18年目でここまで来れましたね。おーしおしおし。いや、上出来ではないでしょうか。さあ、今回の実況をするにあたって少し練習はしたんですけど、もうね、絶対に破産してしまってね、なかなか難しかった。なので、今回はリザヤの高いこちら、このね、陸運でね、なんとか稼ぎを出して、で、なんとか借金返済まで持ち込めました。よーしよしよし、OK。じゃあ、この調子でね、次回から頑張っていきましょう。はーい、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よしか、チャンネル登録、高評価お願いします。ぬぺんでした。さよならー。